今日は孤独のグルメシーズン10の第3話の撮影地を歩いてみたいと思うんですけど、ここはどこかと言いますと、みなとみらいの北中町北公園です。運河の向こう側は汽車道ですね。今こちら側から歩いてきたんですけど、バンコク橋と、それからちょっと見えないですけどアパホテルですね。バンコク橋とアパホテルの間を入ってきます。そうするとまっすぐ歩いてきて第3公園、この辺第2公園かな、そして向こうの方が第1公園となります。長っぽそういうわけなんですね。公園といってもですね、何もないですね。遊具は何もないですね。こういうベンチがあるだけです。ベンチはいろんなところにありますね。比較的ね、こっちの道は空いてますよ。茶道は混んでますけどね。今日はロープウェイが動いてますね。結構風あるのに動いてますね。ここまっすぐ歩いていくと桜木町駅です。ちょっとここで曲がってますけどね、こうこっちからこう来てこう曲がってますけどね。アパホテルがあったりマンションがあったり、あ、これは横浜で一番のマンションですね。一番高いマンションですね。それからこれが横浜市庁舎、これ結婚式場ですね。それからこれが駅前の桜木町駅前の商業施設ですね。ランドマークタワーは言うことないと思いますけど、あのロープウェイ私はもう7回乗りましたね。いや、今日はね、天気がいいから人が多いですね。外国人も多いですよ。私はこれからずっとこう歩いて桜木町駅の方に行きますけど、いや、かなり暑いな。25度は超えてると思いますけどね。